質問来てた。鬼没や畏敬、感謝の判断基準を教えてください。回答、編成とマップ両方を見て決めてる。簡単にこの3つの特質の特徴をまとめると、神出鬼没、どのマップどの編成にも使えるオールラウンダー。畏敬、おもちゃ職人や患者などの距離地のサバイバーにかなり強い。その他にもチェイスで強く出れることも多いが、粘着パーティーには弱い。アイテム消費をさせられる編成には刺さりやすい。感謝、固形村、病院、工場、栄民町、中華街に強い。固形村、病院など置いたい場所がはっきりしているマップには強いし、暗号機も守りやすい。工場、栄民町、中華街のように通電後ゲートを守りやすいマップにもおすすめ。編成はガチガチのチェイスパーティーじゃなければ比較的出せる。といったように特質には得意マップ、編成が存在するので、それらを総合的に見てどの特質を使うか決めている。ただ神出鬼没さえ使えば最悪どうにでもなるので、神出鬼没が使えないって人は必ずシングルトレーニングモードでひたすら神出鬼没の練習をしよう。さあやっていきましょう。マッパーエミチョということで対戦よろしくお願いいたします。主人多いかな。なんで、くっそマジかよ。これはなしでしょう。あ、めんどくせえな、マジ。もう本当に電車もう本当に味方してくれ、たまには頼む。あ、でもそれまだ発車するのよ。電車が味方してくれるときと味方してくれないときの差が激しすぎる。いや、そこで鬼没じゃない、フクロウは結構ありがたいな。このオルゴール壊しておきたい、めんどくさいから。いやー、それ確定はだるいわ。伸びんなこれ。踊り子めんどくさいんだよね、本当に。まあでもかっ、めんどっちいな。どれ行こう。足早っ、きしょ足早くて泣いた。
1台新規だと思う。思うというか1台新規やなこれ。まあ壊せるとこ壊しとこうか。いたわ。これ逃げ気味2回行くんじゃないかな。これね、どう読み合っても無理だから、キボツでダウンさせちゃいましょう。この読み合いはね、勝てん。1割いや守りたい。いや1割もないんだけどね。 0.5 割。いや大丈夫、袋まだ溜まってない。うん、いやもう立つの早いってみんな。するしかねえよな。ああ勝ったわこれ。回復間に合わない絶対。これはいったかな。オッケー、よかった頼り。あぶねー。さあやっていきましょう。マーパー後継村ということで対戦よろしくお願いいたします。おもちゃ、もう飛んだの。出た、すげえ。あ、ラッキー。それはね、あかんですよ、お兄さん。お兄さんかお姉さんかわかんないけど。閉じて。まだ飛べないでしょ。飛べない。早くない？チカッとチカチカでいいか。さあチカッとチカチカしていただいて。野人救助？野人救助か。完璧。あ、うますぎるその救助狩り。ラッキー。あ、流れる落下。
ああ気持ちがよし。で、勝っちゃった。間違えた。最悪。坊主あれでもいいや。結局きつくないそれ。フラホフラホしよって。野人どこに、ああいるわ。騎士は救助坊主使ってて、占い師が船上でしょ。あれこれ救助来なくない？救助来ないというか無理じゃね。あ、占い師じゃなかったっけ。占い師じゃねえや。結構入るな。それは球根入るな。オッケー。オッケー、頼り。よし。よし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 。